皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのハイシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作る。どんなチームができるかは完全に運次第というね、やるたびに新しい発見があります。はい、岡崎、南野。はい。誰この人？オーストラリアの選手で、あ、マルセロがいる。はい。ブラジルのセンターバック、世界最高の左サイドバックですね。マルセロイス、何この人？ミゲル？コンパニーがいますね。やった。わあ、うん。ちょっとディフェンスの揃いが悪いね。で、はい、武藤、お、すごい、西川、本田、久保と、うわ、どうしよう、あ、ノイアがいる。はい、西川、残念ながら。出番ないです。本田はね、トップ下気味に使いますからね。じゃあ、久保、ウィンガー、武藤、お、攻めだな。この人が外れると。あと、そうか。そうですね。わあ、なるほどね。もう一人、いりますね。はい、この人ですね。まあ、コンパニーが中央にね、このままどしっと控えれば大丈夫でしょう。はい。ちょっとね、この、コスタリカの、センターバックが、ちょっと不安ですけど、マルセロが非常に攻撃的に構える。どうしようかな。あー、そっか。なるほどね。はい。これね、攻撃的な、日本代表の攻撃の選手非常に5人揃いました。岡崎、南野、本田、久保、武藤と。で、この中からね、ウィンガー2人とセンターフォワード、シャドーストライカー、あと、まあ、トップ下気味の選手1人選ぶとしたらどうなるかっていうことをね、ちょっと考えないといけない。まあ、そうか、ずらすか。マルセロセンターミッドフィルダーだな。でですね、まあもうほぼ答え出てますね。ウィンガースピード重要なんで、スピードだけで見ます。はい。久保75、岡崎78、南野77、武藤81、本田72と。まあ明らかですね。武藤はウィンガーですね。で、はい、77、75、78。岡崎か。ただね、岡崎ね、ちょっとドリブルが悪いですね。ボール持った時に不安がある。78と。いやー、これ迷うな。はい。ドリブルは久保が持ってるんだ。久保を使ってみますか。ドリブルがね、あるんでね、なんか、いいこと起きるかも。という感じで。はい。でね、まあ、はい。まあ、またこれですね。これ、どっちをどっちかに迷うけど、まあ、南のシャドーストライカーかな。はい。こちらとね、三角出ちゃうんで、はい。これでいきたいと思います。本田圭佑トップ下、ずらしたトップ下。ここ、プレッシャー上げシーンで、右にずらして。で、久保、武藤がウィングと。で、岡崎センターフォワード、南のシャドーストライカーで、マルセロが、真ん中の真ん中で、コンパニがその後ろに控えるというね、非常に、で、キーパーノイアですね。はい、これね、真ん中のラインにノイア、コンパニ、マルセロと非常に、強い選手が揃ってるんで、いいチームですね。はい、相手はフランス。はい、一番の強豪ですね。もうフランス、このゲームの中でも明らかに強すぎる感じになってきましたね。はい、本当にね、ディフェンスの面で、はい。今のね、バランの飛び出しもありえないですから、くさびをね、思いっきりカットしてくるんですね。だから、組み立てもままならないみたいな。はい。カンテの裏です。あ、マルセロがいます。マルセロドリブルがあるのかな？えい。いや。マルセロね、ちょっと、このゲームでも過小評価です。もっとね、レジェンド的な能力にしてもいいぐらいの。はい。うと、岡崎の足元。いや。今すごいですね。ちゃんと、バランが絞ってくるんですね。くさび入れると。はい、シュート。まあね、1点取って、ゲーム展開の展望をね、はい、マルセロに放り込みました。マルセロイス。うん。うん、これは大丈夫でしょう。はい。わー、ちょっと待って。やばいね、これ1点のパターンだな。はい、コンパニーが頑張ってくれましたね。はい。岡崎から、久保に出して、久保で組み立てますか。裏に出して、はい、南の、おー。すごいキック。今ね、多分意外性の、ステータスが働いてるんですか。あんなね、鋭い突き刺すボレーなんてあんまり見ないですけど。はい、コンパニーカットして。わー、ここ早いですね、やっぱり。カンテのところが凄まじく、あれなんで。怖いな。はい。やっぱりね、フランス、ジルーがね、非常に、有力なセンターフォワードであることは間違いないんですけど、動き出しがないので、流れが明らかにね、そこで止まってますね。それが欠点ですね、フランスの。えい。うわー、はい。あ、うまく上げましたね。はい、ギリギリのところで、繋がってるんで、攻めとしてはね、全然悪くないですね。
やばい。はい。ちょっと組み立てないと。いやー、待って。焦ってる。え？どうしよう。そうか。誰かボールを前に、はい、これですね。ドリブルしてもらわないと。いや、ちょっと待ってよ。はい、カンテがね、非常に強力ですね。1-0。ポグバ、カンテなんですが、カンテの方がね、やっぱ脅威ですね。ポグバ、非常にいい選手なんですが、まあね、ディフェンスでね、そこまで恐ろしいほどの能力は持ってないんで、はい。カンテ本当に手がつけられないですね。守らせた時に。はい。岡崎の落としから、ホンダと。いやー、強いな。はい。ホンダに渡します。で、ポグバとマッチアップで。クボニエ、わー、強いね。はい。ポグバはこれがありますね。はい。ポグバとね、対峙した時は絶対に体をぶつけるプレーに押しちゃダメですね。必ず負けるので。はい。それぐらいの、身長190センチある黒人なんでね、もう圧倒的です。あー、バーイ。はい、強い、本当に。いやー、これはね、フランス強いですね、本当に。はい、武藤がボール持って。あー、ちょっと変なとこ出しちゃった。いやー、カンテ。でも、ここスペースあるんで、これはカウンターを狙います。はい、カウンター頼む。いや、カンテが、二つのポジションを同時にやってるんだけど、ずるくないですか。はい、まあね、二つのポジションを同時にできる選手ってね、世の中にはいるんですね。はい。本当にいいサッカー選手だ。うわぁ、やばい。バランはね、非常に足の速い選手で、後ろからのタックルが大得意ですね。普通ね、後ろからタックルしたら、タックルってスライディングですね。はい。レッドカードなんですけどね。バランはボールだけに向かうので、本当にすごいです。それでいて足が速いと。はい。マルセロから。まあね、バランをセンターバックにコンバートした監督、昔の監督がすごいですね。あんないい選手を。はい。はい、お、これチャンス。わー、いい守備。ユーティムっていい守備だな、本当に。あー、というわけで終わっちゃった。1-0。へへ。そっか、はい、フランスのね、まあ結果勝ちですけど、フランスのディフェンスの良さがとにかく、やっぱり再認識というか、目立ちますね。カンタのところとユーティムティですね。はい。この二つ、あとバランか。センターバック二人ですね。どっちも、強固でした。これをね、かわさなきゃいけないんで、本当にカンテ、ポグバ、バラン、ユーティムティと、左を攻めてはカンテ、バラン、右を攻めてはポグバとユーティムティ、非常にね、本当に隙がないディフェンス陣ですね。この守備力がフランスの本当の強さ。いやー、強いですね。なかなか攻略法っていうのもね、難しいですね。特にね、バラン、ユーティムティどっちも、こっちがね、くさびを放り込んだ時に、そのくさびのパスをね、カットしてくれるんです。くさびって、フォワードに当てる、フォワードが後ろ向きでもらうボールのことですね。大迫なんかが大好きなポストプレーの、あの感じのね、で、フォワードくさびを入れて、そっからね、この2列目、香川真司とかね、まあ、誰だと。南野なんかもそうですか。はい、飛び出すのが得意ですけどね。そこにバックパスを出して、そうするとね、ここで比較的スペース広めで香川なんかがボールを受けて、そっからね、目の前が開けてるんで、ウィングに出したり、香川パス前にね、ロングフィードで逆サイドに出したり、あるいは中央にスルーパスになったりとね、くさびを入れて落とすっていうことからね、攻撃が始まるんですが、そのね、一番最初の、例えば柴崎岳から入る、大迫優也に入るくさびのパスの段階で、バランが飛び出してインターセプトしてくるんですね。くさびを満足に入れさせてもらえないと。そうするともう攻撃の組み立てがすべてその時点で頓挫してしまうので、攻めるのが本当に難しいですね。っていう相手がフランスですね。はい。まあ、そんなわけで、まあ、1-0 ですか。で、こっち、なんだっけ、フォーメーションなんだっけ。もう忘れちゃいました。あ、そうか。日本人いっぱい使ったんだっけ。ん？違うか。んー、やばい。忘れちゃった、本当に。どうしたんだっけ。え？大迫久保は今回でしたっけ。それ前回だっけ。大迫久保、武藤勇樹。それ今回ですね。はい。あ、岡崎久保、武藤、誰こっち早いの早い人誰かいましたね。あれ誰だっけ
岡崎、久保、武藤、久保こっちでした。南のシャドーストライカーです。あ、そうですね、思い出しました。はい、岡崎センターフォワード、南のシャドーストライカー、武藤左、久保右と本田圭佑ずらしてトップ下で、ど真ん中にマルセロ合ってるこれ、本当にセンターバック忘れちゃいました。あ、だったと思います。違ったらすいません。ただね、フランス相手に日本人のフォーメーションで組めて、まあ1点取れたっていうのはね、大きな収穫じゃないでしょうかね。やっぱり攻めるポイントとしては、まあ、カンテをどうにか、カンテ、ポグバ、まあ、全員ですか。非常にね、ディフェンス力あるんで、そのどこかでポイントを見つけて、そこだけをね、徹底的に狙わないといけないんですね。例えば、ポグバですね。ポグバそこまで非常に身体能力高いですが、ディフェンス熱心なのかどうなのかわかんないですけど、カンテほど脅威ではないんでね、ポグバの周りでボールをつなげば、チャンスが生まれるかもしれないっていうね、そういうもう、スポット狙いの、フランスみたいな強い相手にはそういうスポットをね狙った、スカウティングを元にした戦略がチームで共有する必要がありますね。例えばね、センターバックにしてもバランも非常に足が速いですけど、クリーンに競り合うのが得意なので、バランを汚いプレーで狙えばチャンスにつながるかもしれないみたいなね、そういう感じですね。というわけで今回1対0。はい。ちょっと喋りすぎて忘れちゃいました。というわけで、はい。また次回ね、やっていきたいと思います。というわけで失礼します。